何してんの私は何をしてるんでしょうか。寒い寒い。ああ待って、今めっちゃ足痛い。うわー筋肉が、うーえめっちゃさ、ケープさ可愛いんですけど振っちゃったから、あ待って、顔の体操が終わりました。はい、いただきます。なんと、え、お昼は牛タンで、夜はうなぎです。イエーイ。素晴らしいですね。あったかい。あったかい。あ、うなぎます。そう、アサイのドリンクもな、一回などっかでまたいだときにな、何バラか M か忘れたんですけど、どっちかに出たときにアサイジュースをな差し入れてでいただいたんですよ。わあやったーと思って、反省会終わったら飲もうと思うじゃないですか。反省会終わるじゃないですか。え、どうやったっけのこれ、どこ、あこれか、やばいやばい、うふふ、終わるじゃないですか反省会が。いただきます。え、菊の花や、すげえ、山椒山椒、終わるじゃないですか、終わるじゃないですか、反省会終わるじゃないですか。冷蔵庫、わあ楽しみ、わあこれ飲みながら帰るねん、ガチャってガチャくるガチャってあげるじゃないですか。冷蔵庫ないんですね、アサイジュースが。お、ふざけんなと思って、マジでマジリアル10分ぐらい一人ではみたいなアサイジュースどこにあんだよとか言いながら探したわけですよ。はい、なかったですね。だからそれからちょっと坂本かわいそうやなって近々言ってくれたので、私はやっとアサイジュースをね、人生初アサイジュースをすることができます。はい、いただきます。やばやば、ほかほかやん、待って、あれ名前書いてたからありましたって、惜しい、そんなことないよな、書いてない、書いてない、大丈夫、書くときをみんな大きく書いてね先輩。やばい、わあ、うなぎは良きよ、好き、お昼は牛タンでした、夜はうなぎ、あ、待って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 、わさびだ、大量のわさびだ、待って、わさびだろこれ、なんか匂うなと思ってたん、なんかツンとした匂いがするなと思った、これが犯人だわ。なんでわさび、わさびは別で入れてほしい、待って、でもちょっとぐらいやったらいけるかもしれんけどさ、この対応は無理。あー、わさびだ、この匂いの正体わさびだった、なんかめっちゃなんかツンとするうなぎではない匂いがすると思ったんだよ、わさびでした。バイバイわさび、山椒かなと思ったけど山椒はの違うなと思って、ここに山椒、でもめっちゃお箸にわさびついてる、ちょっとどうしたらいいこれ。はい、ブブブブ、いやーなんかほんまにちょっとさ、私昼夜の間めっちゃテンションおかしいので、夜公園の前ののあのショールームがめっちゃなんかベル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 、ほんまにテンションがねおかしいよ今、結構今日、わさび寿司やば、私わさびよりからしとかの方が無理、チュッティミとか、あーもうまためっちゃ B2 の曲流れてる、一番最後の曲でも流れてますね、あこれ、え皆さん B2 のどんな曲が入ってくると思う、全部とりあえず入ってるって言うから、いややっぱり入ってないって言うわ、その曲入ってないでって、全然どの曲来ても言うから、あーわさび、うわーダメージ、あーあーあー、うなぎ美味しいけどわさびだわ、
なぎさ最高、声の下手でね。なるほど。48の曲どれか意外とセクシー。ふん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 、はい、ちょっと危ない気がしてきてね今。ちょっと顔で分かっちゃいそう。なんか〇〇って言って、あ、うん、し、あ、何それとか言って、だってさ〇〇って言われてさ、何それって言った曲は 100% 入ってないやん。逆に〇〇って言われて、あ、知ってる、あ、知ってる、うん、なんていうの、おっ、おっ、あ、みたいなだったらちょっとあかんので、あ、めっちゃ猫です私は。ちょっとやっぱやめますわ、反応で割りちゃいそう。ごめんな、ちょっとね、見て、皆様の予想を見ておりますが、うん、なんかだってさ、何それって言ったらもうそれ入ってない確率やからさ、やめますわ。でもちょっと顔に出さない、ちょっと 無表情で見てるわ、カメラ。無表情。あーふーん、実際あるよね。それだと思うんだ。まあ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 、ふん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 、やめますわ、絶対バレそう、ちょっと待って。今 N の曲に変わりました。よしよしよし、これなら立ってもいい。玉が、あ、わさび、またわさび、奇跡は間に合わないだろう、世界の果て君は。それだと思うんだね。めっちゃうざい人みたいになってる。やめて、ちょっと自分で言っときながら申し訳ないけれども、ちょっと終わります。終わります、この話は。奇跡は N であるので、かっこいい、あ、おひび、もうもう、どっちもまたぎたい。 M の衣装ほんま好き。なんなんでしょうね。まあまあまあ、今日はね、ナンバライトをね、楽しみましょう。なんかモンスター N も M もさ、曲の子が出ててすごいなと思って、できんの私、あの1年経ってない11月にまたぎをするのがすごいなと思うし、2回目やから、先輩も泣いてない中ですごいなと思う。しりとりするか、見てな、デブマッチョ、ほんまに用が出てこなくて、何と思って、用感とヨーロッパと4とぐらいしか出てこなくて、ほんまにほんまに出てこなくて、用感選ばれたのは用感でした。
あーまあ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 、頭にビーズの曲がかかってます。そう、めっちゃさ、うなぎさ、寒いですよね、めっちゃ。洋館でした。あ、誰がお隣にしたのでしょうか。誰でしょう。誰でしょう。誰でしょう。かの有名なな。大スターです。かの有名な。例の。例の。あの人です。CM が開けたら顔が公開されるタイプのあの方です。お、すごい正解です、舞さん。え、いつもさ、はい、髪の毛変えてさ配信するとき見せちゃう人。見せます、全然。どうしよう、一応お楽しみにしとく。お楽しみです。お楽しみの、お楽しみにする、お楽しみにする。方が髪の毛でもないんですけど。寒いよ、うん、昇格して最初の方をやってました。帽子かぶってて。あ、やっぱそうやな、はい、気持ち程度。こんにちは。空腹で恋愛するのは、あれ、エモいなかったっけ、うん、秋冬の劇場寒すぎる。ステージはついてる。ごちそうさまでした。やばい、もう一個食べよう。ちょっと髪の毛変えたの、肉直しして髪の毛変えたので一応隠そうと思って。やっぱあるよね、毛布で隠して。M はね、うん、私は B2 のセトリにそんなにね会議をしてないんですよ。私はなんかそう、何がいいみたいな感じだったんですけど、そう、ほぼ隠れてないんですけど、まあまあまあ一応なんか、なんて言うんですか、髪の毛を楽しみにしてくださってる方もいるので、箸折ろうかなっていいと思う。今頃、こんにちは。そう、なんか今椅子で寝ようとして、なんでこんな今暇というか時間あんねやろうと思って。配信やん、配信を今日昼公演入りたかったな。え、好きな曲めっちゃ入ってます、個人的には。 NM でも N も M も私の好きな曲入ってるから。マジが綺麗ですね。私はそうだから予防の、ああ出さんかったか、ね、なんか汗かいて可愛いって、なんか自分が自分のチームではもちろんあるんですけど、なんかやりたい曲というよりも、なんだろう、なんかやりたい曲もちろんあるんですけど、なんかそれよりもなんかなんか、うん、ちょっとなんか成り行きに任せて自分のチームありがとうございますみたいな感じで言わなかったのも、やばい、今スイマーが来てます。ご飯食べて、その意見を出さなかった。なんかなるようになったのを覚えたいっていう気持ち、うん、もちろんやりたい気分だったんですよね。アサイ全部食べない。うなぎ弁当とアサイはちょっと残してます、後で用に。かわいいにゃおかにゃおにゃろ。全然でもそんなに知らん。私何だろう、やっぱ成長し、なんか垢抜けたのかな、私が知ってるのは自分で言うのもあり、うん、どこで知ったか分かんないです。私今サビだけ知ってる曲が多かった。そのまま苦しんでてください。サビだけめっちゃ知ってるんですよ、曲名知らんけど。苦しんでいてください。ニャオハワマリサイコパスニャイスなフルーツ味でもマリちゃんくまりがとう。うん、私はサビだけ知ってる。いい説明なのでね、待ってください。食べ過ぎてもね、ピッてなるので。ビーチの B2 以外は炭酸炭酸。曲の話できて、確かに気抜いてセトリっぽって言っちゃったからダメですか。よし、感じ飲ませていただきます。誕生日単語マイキーの曲、よかった。
えそう MC でね話したかったこと思い出したんですけど、マジでクソしょうもなすぎてほんまに言うほどでもなかったの。はい、10歳の方フニーさん、ね、ありがとうございます。12位の方アビビさん、ありがとうございます。11位の方ジョーさん、ありがとうございます。神戸の黒さん、あ違う10位神戸の黒さん、ありがとうございます。9位の方ツノピさん、ありがとうございます。8位の方カルちゃんさん、ありがとうございます。7位の方ヒデさん、ありがとうございます。6位の方柳さん、ありがとうございます。5位の方ガチのスイスさん、ありがとうございます。4位の方ミノルさん、ありがとうございます。3位の方シムさん、ありがとうございます。2位の方ツラさん、ありがとうございます。世代最後ジンくん、旅行へ最高、ありがとう。私の元気の源、生誕祭にあるから今日とかもこんな人おらへんのかなって思ってたんですけど、来てくださってた、うん、今日はめっちゃキラキラだよっていうだけ。生誕前ってさ、あんま入らへんみたいな人が多いからさ、今日おるんかなって思ってたら、いました。これで当たりは今出た中で B2 に入ってる曲はあったのかなかったのか、でもなんかさあ、あったのかなかったのか。でも皆さんケイトさんの YouTube を見ながら夜公演待機しててくださいね。ありがとうございました。バイバーイ。皆さんの箱推しとかの意味がわかります。まあ阪神タイガースが好きやから、どの選手のいいところも言えるし、この選手すごいランダムグッズとか誰当たっても嬉しいんですよね。お、朝